関連商品のリターナブルン左から1、三ツ屋シャンペンサイダー2、三ツ屋サイダー3、三ツ屋サイダー4、バヤディースオレンジ5、バヤディースオレンジ6、ウィルキンソン炭酸7、ウィルキンソン炭酸8、ウィルキンソンジンジャーエールアサヒ飲料株式会社は、1982年に設立されたアサヒグループホールディングスの清量飲料水部門の子会社。本社は、 東京都墨田区あず橋一丁目23番1号。設立当初は三ツ谷フーズだったが、1987年に朝日ビール飲料と社名を改め、さらに1996年に現在の社名となる。2011年7月1日、旧法人の朝日ビール株式会社が持ち株会社移行に伴い、朝日グループホールディングスに称号を変更したのに、 伴い、アサヒ飲料は、アサヒグループ HD の事業主会社となった。124年に及ぶ、炭酸飲料のロングセラーブランド、三谷屋サイダーやオレンジ飲料のロングセラー、バヤリースオレンジ、国産の本格的なスパークリングウォーターの中で、最も長い歴史を誇る、ウィルキンソン炭酸、缶コーヒーのワンダ、ブレンド茶の16茶、乳酸菌飲料のロングセラー、 カルピスなどを製造、販売する、アサヒグループのソフトドリンク事業。清涼飲料水業界では2017年現在、コカ・コーラボトラーズ・ジャパン、サントリー食品インターナショナルに次いで、シェア第3位。現在は清涼飲料水のほか、アサヒグループ HD の種類事業会社である、アサヒビールが販売する、カクテルチューハイなど、種類の製造も行っている。近年は、 他社の飲料メーカーとの提携、権利取得などに力を入れ、2007年、カルピス株式会社と業務提携して自動販売機部門を統合したのに続き、2010年にはハウス食品が長年発売してきた六甲の美味しい水の製造、販売権をハウス食品から53億円で取得し、同年7月6日から発売を開始した。また2015年3月には、 大塚製薬と自動販売機で総合提携を結び、大塚側でワンダ、アサヒ側では、大塚製薬のポカリスエットの販売を開始した。さらに、2016年1月1日に、アサヒグループホールディングス参加企業の再編で、旧法人のカルピス株式会社を、九州合併、カルピスやカルピスソーダ、ウェルチなどの旧カルピス社から販売されていた前。 商品をアサヒ飲料の商品として扱うようになった。これと同時に旧カルピス社の一部事業を継承して設立されたカルピスフーズサービス株式会社はカルピス株式会社に称号を変更した。三ツ屋シリーズ詳細記事がある主要ブランドの商品ラインナップについては各詳細記事を参照。リンゴ系香味ミの蜜屋サイダーに対して 柑橘系香味で1967年に発売された蜜谷レモラなど北海道地区で販売される。朝品料製品は製品メーカー、今村商店の千歳工場で OEM 生産されている。カルピスブランドの CM 出演者については、カルピス CM 出演者の項を参照。は、WebCM のみの出演者。2020年1月現在。 カルピスブランド製品のテレビ CM も放映されている。テレビ CM ラジオ CM テレビ CM ラジオ CM。ありがとうございます。